こんにちは。いわき歯科医院長、岩木正明です。今日はですね、今朝の YouTube のメッセージにも入ってましたけども、日本の保険制度がいいとか、こういうとこ良くないとか、そういうお話があったので、日本の保険制度についてご説明するとともにですね、歯科とのつながりの方ですね、お話したいと思います。で、日本の保険制度っていうのは基本的に国民皆保険といいまして、全ての国民が、保険に入っているということになってますね。社会保険と国民健康保険をしたいんですね。で、そして1割、2割、3割というふうに負担金が決まっていて、まあ、昔は0割負担とかいうのがあったんですけども、国家予算の都合でだんだん1割、2割、3割と増えてきているのが現状です。で、なんでこういうふうに負担金が増えてくるかといいますと、予算が限られているからですね。この予算というのも年間 1% 上がるかどうかっていうのをこの25年ぐらい続いてますので、ほとんど私が歯医者になってから治療費が上がっているような印象はあまりないですね。多少微増という形ですね。なぜこういうことが起きるかといいますと、少子化の問題がありまして、私が高校生の時には同じ同級生が200万人いたんですけども、今のお子さんは100万人を切ってるっていうのを数年前に聞きました。ということは同世代が半分以下にしかいないわけですから、その半分以下の人間が税金を納めて倍以上いるような世代を支えているわけなので、税収を急に2倍にするわけにはいきませんので、そういう形でだんだん医療費も抑制されているというのが現状ですね。ですから、この保険制度が始まった50年とか、そのぐらい前には最先端のこれでいいであろうというような治療方法が全て取り込まれてたんですけども、その後ですね、セラミックの歯であったりインプラントとか、そういうものに関しては保険適用外ということで、後から出てきたものはなかなか保険の中に入らないですね。入れるとやっぱり予算をオーバーしちゃいますので、そうすると翌年以降また困ってしまうということがあるので、なかなか歯科においては新しい分野のことが入らなくなっています。ですから、患者さんが歯医者さんに行って、前歯の方セラミックにしたいんですって言うと、保険だとプラスチックだけどセラミックは保険外ですよとかいうお話をよく聞くと思いますし、例えばブリッジなんかでも、例えば1本歯がなくなって、3本つなげるブリッジっていうのは大体の場所においては OK なんですけども、それでも場所によっては力学的に負荷っていうことがあったり、あとは真ん中が2本なくてブリッジにする場合は5本も6本もつなげないと保険でできないと。で、そういう風になった場合に、じゃあ全然健康で虫歯でも何でもない歯を2本も3本も削ってかぶせてつなげるっていうのは、果たして医学的にいい治療法かということもありますし、患者さんも嫌がってそういうことはやらないことは多いです。ですから、保険でブリッジができると言いましても、全ての方に全ての部位でブリッジができるわけではないので、やはり保険外治療ということが問われることが多いと思いますね。日本の歯科医療の保険治療というのは機能回復ということにメインを置かれています。最近やっと予防の方にも多少力が入ってきましたけども、昔は予防なんかも全然保険の中に評価されてなかったので、時代とともに内容的には多少変化しています。そして日本の保険というのは機能回復に力を入れてますので、食べれなかった人が食べれるようになる。ですから、かぶせ物の材質なんかは機能回復に力が入っていますので、心理的なところはあまり考慮されていません。心理的なところを考慮するとなると、やはり材質もプラスチックではなくてセラミックとかジルコニアにしないといけなくなるので、そうすると予算オーバーになってしまうということで、なかなか、セラミック化なんかも保険に導入されていません。インプラントは もちろんのことですね、全く保険治療には入っていません。まあ、余談ですけど、韓国の方は確か65歳以上で2本までは保険治療でインプラントができると聞いています。まあ、一度インプラント治療してしまうと、まあ、右に2本インプラント入れて左は入ればっていうわけにいかないので、人間の感情っていうのはですね、やはり取り外しないで普通に食べれる方がいいので、そういう意味で人口比でいくと日本の10倍韓国の方でインプラントが治療されているという現状があるので、まだまだ日本の患者さんはインプラント治療を選ぶっていう選択肢が少ないのかもしれませんね。まあ、いわき歯科医院で言えば、毎日のようにインプラントの治療もしてますし、皆さん理解してインプラント治療しているので、そこまで入ればとかそういうふうな治療に流れる方が多いとは感じてませんけども、日本の平均としてはそういう形なんでしょうね。で、今後やはりインプラント治療なんかが保険治療に入ってくるっていう可能性は限りなくゼロに近いと思います。なので、今ある歯を大切にされて、抜かないように、抜くことがないように頑張っておられて、幸い不幸にも抜くようになった場合には、やはり、治療費がかかってもいい治療というふうに考えられた方がいいと思います。
取り留めのない話になりましたけども、日本の保険制度についてお話ししました。このお話がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いわき歯科院長、岩木正明でした。